ハオサオリです。乾杯、イエイ。おう、はい、ではビルダーズ続きからやっていきたいと思います。ですね、前回ね、釣りをしましてね、初めて。そしたらあのオッカムルでなんか釣り場をビルドしてくれって言われましたので、エンゼルをっていうのを釣りに来ました。はい、テイコにやってきております。オッカムルの、はい、オッカムルということでペロちゃんも連れてきたんですけど、別に釣りについては何も喋ってくれなかったですね。まあいいや。よし、じゃあ早速ここで釣ってみます。はい、じゃあ釣ってみましょうかね。いきますね。えい。お、どうだどうだ、新しい魚かな。よいしょ、大物の予感。マジで大物、大物。よいしょ、あっさりする、あっさり釣れた。ニジマス特大。え、なにそれなにそれ、レアなわけ。エンゼル王ではなかったんですね。はあ、ニジマス特大を釣り上げた。でかい、確かにでかい。ニジマスのレアなやつか。もうそういうことか、そういうのも釣れるわけね。まあこんな感じでちょっと釣っていきますか。はい行きましょう。いや、エンゼル王も釣りたいよ。あ、ちっちゃいのもいますね。ヒット。あ、これはちょっとタイミングが遅かったな。指が痛い、指が痛いあ、ねじます。あ、これがね、さっきのやつの大物のやつの元々のやつや。あー、さっきのかなりでかいね。じゃあ、うん、さっきのかなりでかいわ。なるほど、はい、オッケー。よいしょ。あのちっちゃいのがエンゼル王かな、そんな気もしますよね。よし、ジャストヒット。そう、タイミングが、あー、あったとこ、ちょっと。タイミングが合えばね、ジャストヒットになって成功に近づくんですが。よいしょ。どうだ？ねじますか。やっぱりあのちっちゃいやつかな、エンゼル王ね。そんな感じしますね。あ、ペロちゃんが褒めてくれるの嬉しいですね。そっか、やっぱり褒めてくれる人多い方がちょっとやる気が出るかも。ペロちゃん連れてきてよかった。これはちょっと全部ニジマスっぽいかな。よいしょ、ほっ、よし。あ、ニジマス大。あ、そっかそっか、こういう風に魚のサイズとかも違ったりするんや。確かに大、さっきのニジマスよりでかいですね。うんうんうん、そっか、それでレア度が変わるわけね。星の数がね、違いますね。ニジマスと巨大は2個ついてます。ちょっとこの場所変えますか。じゃあ次ここで釣ってみましょう。はい、お、でっかいのがいますね。よし、ジャストヒット。これは新しい魚の予感がする、ちっちゃいから。なんだ？あ、来た！エンゼル王来ました！エンゼル王。はぁ、なるほど、なんか水族館でよく泳いでそうな魚ですね。白くて、でも目が、目の周りが赤くて、なんかちょっといかつそうな顔ですよ、エンゼル王。よし、釣り上げました。オッケー。これを3匹でしたね。よし、じゃあこのポイントでもうちょっと釣りましょう。あのちっちゃいやつがエンゼル王なんですね。ニジマスは多分この中ぐらいのやつ。これ無視したらどうなの？消えるんや。なるほど、これもエンゼル王じゃないと思うので無視したら消えますね。あ、来た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 よ。よし、あ、大物の予感だ。マジか。あー、よいしょ、いけいけいけ、えい、どうだ。あ、エンゼル王特大やって。やった、確かにでかい。最悪や、エンゼル王特大をまじまじと眺めてたら下から魔物が攻めてきた。あー、毒になったし、もうなんなのでっかいね。よっしゃ、
そんな感じでサイズもあって面白いですね。よし、どんどん釣りましょう。よし、こいこい、ちっちゃいのこい。よしよし、よし、いっけいっけいけい。よっしゃ、釣れました。エンゼル王、オッケー。あと1匹ですね。特大はまあカウントしないでおこうか。取られたら嫌やし。よし、じゃあもう一回釣りましょう。はい、おっきいのが出なくなったね。ほい、あら出ないね。ほい、あれ、あーなんかニジマスばっかりになってしまっている。ポイントを変えてみましょう。お、こことか釣りやすそうだね。よっしゃ、はい、あーニジマスだな。はい、あ、来ました、ちっちゃいの。来た来た来た、よしよしよし、やっとヒット、OK、最後のエンゼルを3匹目、よいしょ。お、エンゼルをダイやった、やったそうやね、ちょっとだけ大きいね、こっちの方が。うんうんうん、いいねいいね。まあ普通のサイズのエンゼルを3つにしようかな。あとなんかでっかい影も気になりますよね。さっき出たんですよね、でっかい影。あ、ちっちゃいの来た。よしよし、来た来た、エンゼルを、ほい。あ、ヒット、大物もいるか、マジか。結構いますね、大物。よい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 よ、あー指が、指が、あー、いやー、よっしゃ、釣れた、エンゼルを特大2匹目、オッケー。なんかいろんなサイズのエンゼルをが釣れてますね。まあポイントを変えてみましょうか楽しいね。よし、じゃあもう一回釣ってみます。えい、お、エンゼルをが、影が見えてます。ヒット、よいしょ、えい、よし、エンゼルを3匹目ゲットです。イエーイ、ゲットゲット、よし、オッケー、エンゼルを3匹ゲットしました。あとでもさ、なんか大きい影がすごい気になりましたよね。あれ何やったんやろう。大きい影は絶対違う、違う魚ですもんね。なかなか出ないんやろうか。あ、来た、おっきい影、これ釣りたいな。これは無視して、こいこい、あ、来た来た来た、ジャストヒット、よしよしよし、釣る、釣るぞ、釣れる釣れる、あー、よいしょ、いけいけいけ、よいしょ、釣った。なんだなんだ、錦鯉、錦鯉大、しかも大です。うわ、これはあれですよ、よくなんか高級なお家に泳いでそうなやつですよ。昔ながらの日本庭園とかに泳いでるやつですよね。いやー、すごいすごい、しかも台が釣れました。やったー、錦鯉ですって。よっしゃー、いろいろ釣れますね。ちょっともう1匹ぐらい欲しいけど、錦鯉。あ、来た来た、錦鯉、あー、ちょっと遅かったなー。あ、いけるか、よっしゃ、釣れた、あっさり2匹鯉を釣りかけた、イエーイ、やったね、オッケー。ほい、じゃあ一旦戻りますかね。もう夜で、あ、
夜やわ、めっちゃ夜、めっちゃ夜でした。危ないねんって、洞窟の夜は。なんか危ないって言われましたもんね。じゃあ船着き場にワープして、スリル島に戻ります。じゃあスリル島に帰ってきました。よいしょ。はい、ミッションクリアが出ましたね。今釣りましたよ。お見事です、言ってくれてる。よう、沙織さん、エンゼルを釣ってきてくれたのですね。なんと美しい、なんと可愛らしい。どうやらあなたは誠のビルダーのようですね。そしてあなたこそ私が探していたお人。ん、そうなの。姉御から聞きました。あなたが手紙を読んでここに来たと。お、そかそか、手紙くれたのはこの人だったのね。何を隠そう、その手紙を海に流したのは私なのです。私はよすて人になった姉御にかつての情熱を取り戻してもらうべく世界の珍しい魚を調査していました。そして同時に姉御のためにアクアリウムを作ってくれるビルダーを探していたのです。アクアリウムって何です？水族館みたいなこと。はい、何でしょう。色とりどりの魚が元気に泳ぎ、心も体も満たされる最高のお魚天国、それがアクアリウムです。お魚天国。ほう魚好きの姉子にとってアクアリウムを作ることが長年の願いでした。しかし教団が許さなかった。アクアリウムを見れば姉子の目に光がビルドされるでしょう。よすて人になるという考えも変わるはず。どうでしょう沙織さん、ビルダーのあなたの力でここにアクアリウムを作ってくれませんか。はい、作りましょう。おー、に行きます。では早速アクアリウムに必要な水槽の設計図を書いてください。お、建物建設も始まりましたね。イエーイ。アクアリウムを作るんですよ、ここに。おー、え、大丈夫。え、どういうこと、どういうこと。あの岩場が邪魔ってことかな。水槽の設計図を描いた。あ、そうなんでいいんや。へえ、そっかそっか。あのこの岩場折りをしてガラスを貼り付けて水槽を作ると。はい、簡単じゃないですかこれ。イソギンチャクって何です？え、んー、なんだいこれは。あんた何か作るつもりなのかい。これが例の設計図ですね。ではこの島の周りで素材を集めて水槽の設計図完成させてください。わかりました。足りなそうなのはこのイソギンチャクですね。木材の壁とか持ってる気がするのでイソギンチャクを探しましょう。イソギンチャク見たことないけど、多分海の中ですよね。さあどこにある？イソギンチャクはどこだ？海藻とかと、あ、あった、これかな、これですね。あったあった、すぐ見つかってよかった。これです、これです、きっと。あ、ちゃ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 、切り替えて壊しましょう。よいしょ、これだね。イソギンチャク黄色、何色でもいいんかな。これなんやろ、サンゴ柱。へえ、なんかいろいろ違う素材も集まるみたいですね。色は何色でもいいのか。これなんだ、これも初めて見たぞ。ほい、赤い水槽。へえ、これは、これも初めて見たような水槽。あ、水槽を長くつなげるとこうなるわけですか。なるほどなるほど。イソギンチャクは色は別にしてなかったよね。じゃあ作れるかな。よっしゃ、それでは作ってみましょう。うん、木の壁はあれやな、空っぽ島にあるなきっと。よいしょ、はーい、これと、オッケー、これで作れるはずや。よっしゃ、作っていきます。ほいほい、イソギンチャクを出すの忘れてた。これですね、イソギンチャクをここに置きます。よし、でガラスでつなげるだけかな、あとは。できました、水槽の設計図。はーい、じゃんじゃん、懐かしい、なんかやったぞー。よしよしよし、やりました。はい、できましたよ。うわ、素晴らしい設計図の水槽が完成したのですね。これぞアクアリウムの第一歩。
姉子は幼い頃から魚を食べ、魚と泳ぎ、魚と暮らしてきました。姉子は無類のお魚大好き娘なのです。沙織さん、姉子が満足するアクアリウムができたらちゃんとお礼を差し上げます。一流を目指すビルダーの必需品ともいえる私のとっておきです。もう何でしょうね、どうかお楽しみに。はい、わかりました、達成。よしよし、おいで。次は水を入れるんじゃないです、やっぱり。次は中に水を入れましょう。海の魚は海水、川や湖の魚は水。なるほどね、覚えとかないといけないね。水槽の上に立ち、目印の場所に向かって壺を傾け続ければ、やがて中に水が満ちるでしょうと。はい、わかりました。じゃあとりあえず海水汲むか。よいしょ、 OK。 上から入れると、よいしょ、ここに向かって、イエイ、おうおうおお、できた、水槽になりましたね、満たされました、 OK。 はい、あ、入れましたけど、え、入れましたけど、水じゃないとあかんかった、海水じゃダメでしたか、ダメだったのか。あれ、あ、もっと上か、もっと上に満たせるのかな、なんかずれてません、あれあれ、ずれてる、ちょっと待って、え、おかしいおかしい、なんかおかしいぞここ、どうなってんのこれ。でも直されへんやん、絶対おかしいよね、あれずれてるよね。でもな、設計図完成したんですよね、さっき。ちょっと待って、一回組みましょう。あれ、ずれてたけど戻ったな、今なんやったろうね、なんかここのやつがぴょんと飛び出してましたもんね、謎やわ。海水じゃダメですかね、水槽にはなったけど、あー、なんかずれたまた今、えらいことになってしまった、なんだこれは、変なことになっちゃった、変なことになってしまった。あー、やっぱり海水じゃあかんっぽいな。水がいるのね、水が。でもこの島海水しかないですよね、きっと。水、空っぽ島に戻って水を汲みに行きましょうか。大変やな、島の移動結構時間かかるんですよね。しゃあない、水を汲んできました。ふう、地味に大変、移動が。はーい、これであの水槽を水で満たせば OK と。はーい、よいしょ、はいはい、入れましょう、はい、よいしょ、これで OK なのか？うん、OK っぽいですね。お見事ですと言われました。はい。わー、水槽を水で満たせたのですね。そんな安っぽい壺で、よくもまあ、安っぽい壺って。一口に水といっても、海水や温泉など、水には種類があります。魚によって住める水が決まっているのです。魚を飼うときは、水槽に入れる水の種類にもご注意くださいね。それにしても、姉子がビルダーに釣りを教えるなんて、故郷の島では考えられなかったことです。実は姉子はとある島の名家の出ですね、教団の教えを広めるお立場だったのです。おっと、昔話をしすぎると姉子に叱られます。この話は機会があればいずれまた。では沙織さん、アクアリウム作りを進めていきましょう。次が最後の工程なん？そんな簡単にアクアリウムってできるんです？はい、水槽が水で満たされたのです。早速魚を入れてみましょう。水を張った水槽に元気な魚を泳がせること、これがアクアリウムの完成の条件です。はい、エンゼルを3匹を入れると。了解です。
ちょっと寝ますか？暗いしね。はい、おはようございます。よっしゃ、じゃあ水槽にエンゼルを入れると。じゃあこれで離すと、よいしょ、うん、2匹、もう1匹、3匹、できた。おうおうおう、できました、できました。はい、おお、水槽にエンゼルを入れてくれたのですね。これでアクアリウムは完成です。姉子が喜んでくれたら、約束通り、約束通りビルダーの必需品といえる私のとっておきを差し上げましょう。お、これでもういいんです。水槽ちょっとちっちゃいの1個作っただけなのに。さあ姉子こっちです。姉子うわ、設計図が完成したんだね。どれどれ、あ、見てくれてる。こいつはひょっとしてアクアリウムってやつかい。こりゃすごい、悪くない出来だ。だけどドームパンチが足りないね。これじゃあ私は満足しないよ。確かにね、ちっちゃいですもんね。めっちゃちっちゃい、なんか中にちょっとちょろっと魚が泳いでるだけですもんね。これじゃちょっと姉子さんは満足できないと。それはわかるよ。せっかくだけどこいつはまだ生かしたアクアリウムとは言えない。目玉になるすごい魚がいないからね。そこでどうだい、釣り名人になるための最後のお題も兼ねて、飛び切りの大物を釣ってくれっていうのは。あ、これもう釣れたんちゃいます。私大物ね、釣れましたよね。大物といえば、戦争に明け暮れる人々が住む雪に覆われた島。また違うの釣ってこいってことです。キングサーモンが釣れると。なるほど、雪に覆われた島で釣り場を見つけてキングサーモン1匹釣ってきておくれと。はい、キングサーモンの釣り場は見つけにくいはず。詳しい場所は私にお聞きください。わかりました。はい、次はムーンブルクに行けってことね。おー、サオリさん、キングサーモンの釣り場について詳しく知りたいのですか。はい、キングサーモンがいるのは戦争に明け暮れる人々が住む雪の島、ムーブルクのことですね。島に行ったら吹雪の中にある川を探すのです。川あったっけな、なんかあったような気もしますよね。キングサーモンの釣り場、はい、川が見つけにくければ吹雪の中にあるという塔の手前にある、めっちゃ吹雪いてるとこね。はいはい、わかりましたわかりました。橋から飛び降りてみるといいでしょう。はあ、そうですか。キングサーモン一匹取ってきてくださいと。これはまたなかなかハードなミッションが。そうなのね。釣り編が意外とね長く続きそう。うん、次で完成すんのかな、わかんないですけど、ちょっと次回はムーンブルクで釣りをやってみたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。じゃあね、まったり、バイバイ。